はいどうもレイトです。さあ本日は岐阜県羽島郡岐南町に来ております。今日行く店はこちら若葉屋さんです。焼肉のお店なんですけど、前来た時ここの焼肉めちゃくちゃうまかったんで、今日は久々にやってきました。それでは入りましょう。レッツゴー。さあ若葉屋さん入っていきます。いいですね、若葉屋と書いてあります。なんかこれ外でもねやってるんですかね。ちょっとわかんないんですけども、はい、結構外装がね雰囲気出ていいですね。よし、じゃあ入りましょう。はい、着きました。店内はちょうどいい薄暗さになっております。でおそらくここに後で炭火焼肉なんで、まあ焼くものがここにね、来るんじゃないのかなと思います。はい、ちょっとねメニューもねいろいろあるので今から決めていきます。はい、これがねメニューでございます。結構リーズナブルな値段でねいろんなお肉を食べることができます。でね、僕前来た時にこのねつぼ漬けカルビがめちゃくちゃうまかったんで、これはね絶対頼みます。他にもねいろいろと頼んでいきます。でね、裏にもねいろいろメニューがありますというかこっちがメインでしたね。メニュー、若葉屋デラックスカルビ、いろいろデラックスロース、いろいろ大トロカルビ、いろいろあります。うわー迷うな。はい、ちょっとじっくり考えます。はい、ちょっとね悲しいことが起こりました。この身のひだつぼ漬けカルビ品切れでしたなので代わりのカルビ頼みます。スペシャルカルビとデラックスカルビ、何が違うんだろう。せっかくなので一つずつ頼みます。さあ七輪が来まして、早速来たのが大判塩タン、めっちゃでかい。よし、じゃあ今から焼いていきます。さあ早速ね焼いていきます。大判塩タンめちゃくちゃでかい。牛の舌ってやっぱでかいんだね。でもこう人間の舌と比べるともう何倍あるんだよって話なんですけども、多分僕の舌と比べると3倍かな。はい、もう1枚焼こう。はい、レイトの下6倍分のね、今タンを焼いております。はい、来ました若葉屋サラダ、結構ボリューミーですね。この半熟卵を割ります。うわーいいね、とろーり半熟卵。じゃあ早速ねこのサラダと絡めていただきます。おお、いいね、シャキシャキサラダにこの和風ドレッシング絶妙に合う。このボリューミーなの嬉しいですね。うん、結構ねお店によってはね少なかったりするのでこの量はありがたい。さあ焼けてきた、取ります。うわーでっかいね。いや本当にでかい。じゃあ早速食べます。じゃあ一口でいただきます。タレにつけていただきます。もううまっ、いいね、噛み応えがあってね、こんぐらいタンはねガツッと食ってもいいかもしれない。うまいわ。はい、トントロ焼いております。トントロね一つの網に収まったので全部入れました。うまそう。さあトントロが焼けたので今からトントロいただきます。あらうまっ。トントロって安くてうまいのでいいですよね。コスパがいい。やっぱり炭焼きいいっすね。なんでこんなに炭で焼くだけで焼肉ってね、なんか普通で焼くよりうまくなるんでしょうね。不思議だ、めっちゃうまい。はい、来ました、スペシャルカルビとデラックスカルビ。このスペシャルカルビはね厚切りにしております。結構厚くね切られております。でデラックスカルビは、あっさり味なので薄切りで赤身のね強い肉を使っております。なんでねこっちはね結構脂身がね多い肉を使っております。スペシャルデラックス、僕の好みはどっちかな。今からね、先にスペシャルから焼いていきます。はい、今ねスペシャルカルビを焼いております。いやーこの焼いてる段階がね一番うまそうに見えるでしょ。ほらうまそう。はい、スペシャルカルビ焼いてる途中にね、タレの紹介。ここはね3つのね、調味料を使うことができます。ここで辛口タレ、若葉屋のタレ、あとこってりタレ、
あとこれが塩とレモンです。さあレイトが選んだ3トップはこちら、塩、若葉のタレ、レモン汁です。はい、基本僕はねこのフォーメーションでいつも行きます。さあ食べますよ、スペシャルカルビいただきます。この若葉のタレにつけて、うまし、脂身がうまいね、やっぱここ、やっぱね炭火焼きがね効いてますわ。炭火焼きとこのカルビの脂身合うね。さあお次はスペシャルカルビを焼いております。いやうまそうでしょう、飯テロ動画です。いや焼いてる段階がやっぱ一番うまそうですよね。でこのどんどんね焼けてく過程がいいでしょう。さあもう焼けてきたのでこのデラックスカルビいただきます。塩につけようかな、次は塩ちょいちょいちょいと。いただきます。うまい、確かにこっちの方があっさりしてて肉の旨味が強いですね。スペシャルの方が脂の旨味は強かったんですけど、デラックスは肉の旨味が強い。個人的に今日の気分はスペシャルの方が好きかな。今日はねなんか油を欲していたので今日はねスペシャルが好きです。はい、僕ねアスパラ好きなのでアスパラ頼んだんですけど、切らずにそのまま一本の長さで来ました。いやありがたいね。はい、今から焼いていきます。アスパラを焼いております。アスパラの食べ頃があんまりわかんないな、もういいのかな、下焦げ目ついてるので。はい、アスパラもうね食べます。結構ね焦げ目がついてる、あだいぶ折れました、くの字になりました。はい、ちょっとそのままいただきます。多分ね塩がかかってるのでそのままでも美味しいのかな。ではいただきます。うまいね、アスパラの味。まあでもそのままでも美味しいですね。さあお肉系最後はホルモンです。いやさすがホルモン、よう燃えるわ、めちゃくちゃ燃えてますね。脂身が多いのでね火も元気になります。はい、ホルモンね真ん中に集めたら火がすごいことになっております。うわーすごい。さあホルモンいただきます。若葉のタレにつけます。いただきます。溶けた、やっぱホルモンうまいね。なんですけどちょっと焼きすぎたね焼けた焦げのガリッという部分もねあったのでね、ちょっと焼きすぎましたね。最後のわーって燃えてるところの動画撮ってる暇あったらね早く撮った方が良かったっすわ。けどやっぱホルモンはうまい。はい、最後はね締めの盛岡冷麺を頼みました。冷麺ってねいろんな地域のものがあるんですけど、僕個人的に言うと盛岡の冷麺が一番美味しいんですよ。ちょっと半熟卵割ります。うわーとろっとろ、少し混ぜます。ではいただきます。滑るな。いただきます。よいしょ。あーうまいね。盛岡冷麺は比較的ねあっさりで癖もそんなに強くないんでやっぱ食べやすい。あとうまい、いいね。ごちそうさまでした。いやめちゃくちゃうまかったっすね。なんか岐阜県の焼肉店であんま外れないっすよね。この若林さんもめちゃくちゃうまかったんですけど、僕さっき調べたんですよ、和牛の生産ランキング、各都道府県のランキングあって調べたら岐阜県なんと和牛の生産ランキング12位。微妙微妙なんすけど、でも岐阜県の和牛ってね美味しいもの多いっすよね。だからこう岐阜県ってね美味しい焼肉店多いのかなと思うんですけども、この若林さんもねおすすめなのでぜひ皆さん行ってみてください。僕のチャンネルはこのように岐阜のグルメや岐阜のスポットを紹介しております。不定期更新なのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では皆様また次の動画でお会いしましょう。またねー。